どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ今日はですね、ちょっとお役立ち動画というか皆さんにちょっとね、一応知ってほしいなというご確認のね、動画をここにアップロードしたいと思います。いつもガズレレ YouTube 動画見てくださってありがとうございます。ガズレレはどんな方でもあっという間にちっちゃいウクレレでもりもり音楽楽しめるぞということで、レッスン動画日々公開してるんですけど、ふと気づいたらですね、もう皆さん聞いてください。2000曲も多分近いぐらいのレッスン課題曲すでに取り上げておるようです。とは言っても数えたことないんでわかんないですけど、もうね、ガズレレっていうのは10年ぐらい前からまあ活動を始めて、YouTuber はもうちょっと後ですけど、本格的にやり出したのは、日々こう、レッスン動画がこう、積み重なっていくんですけど、もう探せないじゃないかっていうこともあるんですよね。で、一番おすすめしたいのはこんな感じです。いつも言ってるけど、皆さんのやってみたい曲名スペースガズレレというような感じで YouTube の検索窓に打ち込んでもらうと、かなりの確率で出てくるんじゃないかなというふうに思うんですけど、まあもちろんね、まだ世の中の全ての曲をねレッスン課題曲で取り上げてるわけじゃないで、これからもどんどん増えていくんですけど、そうは言ってもですね、皆さんそういう探し方もいいんですけど、自分も忘れてたけどそういえばこの曲あったみたいなのってあるじゃないですか。それを今日はですね、シェアしたいと思いまして、実はですねガズレレ公式ホームページに、それがわかるね、一目瞭然で探せるような、リストになっているページがあるんです。今日はそれをシェアしたいと思います。まずガズレレ公式ホームページのトップページからこの YouTube 完全ガイドに行っていただいて、ここちょっと出しておきますけど、 YouTube 完全ガイド、そうするとですね、ここにこのページ、あ、今スマホのやつ映してますけど、こういうジャンルボックスというかボックスに分かれているところがあるんですね。ここ読んでいくと、今こうパソコンで見るとこんな感じになってるんで、このここがねいいんですよ。はい、これ読んでいくと、新着ムービーはこちら、入門コードです。あ、これ説明していきますね。新着ムービーはこちらっていうのは、最新の YouTube、ガズレレ YouTube にアップロードした順番に、どん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 毎日ここに加わっていくぞということなんですよ。で、その次右にあるのは入門コード4つ、これ嬉しいでしょ。4つ以下で弾ける曲がリストになってます。ここ初心者の方はここチェックしておいてください。これかなりもう4つ以下で弾ける曲もね、180曲とか190曲ぐらいあると思います。はい。そして最新の J-POP。これはもちろん最新、新しめということですけど、この何をもって新しいかっていうのもガズの悩みどころで、ざっくりですけど、2000年に入ってぐらいからはもう最新。でももうそっかでも20年ぐらい経っちゃうんですけどね。ちょっとその線引き、定番の J-POP と最新の J-POP の線引きはちょっと難しいところがあるんですけど、まあまあ、いろいろね、リストを眺めながら、あ、そういえばこの曲あったな、この曲そういえば私忘れてたけどやりたいみたいな発見がリストで見るとあると思いますからね。この辺、最新の J-POP、定番 J-POP 見てください。あと、ハワイアンソング、ウクレレといえばハワイアンソング、やっぱりね、弾きたくなる。ハワイアンソングもたっぷり曲取り上げてますよ。あとは、懐かしの昭和歌謡曲とか、演歌。この辺のね、ボリュームはかなりあります。昭和のアイドルから、素敵な、もう過去のね、昭和を代表する J-POP みたいなやつとか、あとはシティポップって言われるとこも入ってるし、あとは美空ひばりさんとか坂本九さんとか昭和のね、歌姫たちとか歌のね、歌謡曲の女王みたいなのとか、演歌とか、この辺に入ってます。これはなかなかいっぱいありますよ。あと家族みんなで親子で、これはですね、最近本が出ましたけど、この本に沿ったリストになってますけど、これもなかなか面白いリストでございます。アニメ映画の曲、これアニソンとか映画、これもね盛りだくさん。あとは季節の曲、春夏秋冬、クリスマスとか、春の歌、夏の歌、これはね季節で分けた、そんなリストになってますね。あと沖縄ソング、これもかなりねガズレレで取り上げてるんですよ。ここも特集してます。あと皆さんここがご注目、洋楽です。洋楽、ガズさんもう基本的に洋楽めっちゃ大好きなんで、ここかなりですね、ボリュームあると思いますよ。ぜひ皆さん見てみてください。あとこのね、童謡民謡唱歌、これね子供と一緒、家族みんなで親子でと被ってるのもあるんですけど、まあ、ここから探していただくのもいいかと。あと、ガズレレオリジナル、ガズさんのオリジナルソングとかね、ここで取り上げています。あとね、これ、ウクレレリズムいろいろ、これはね、皆さんいつも見てくださってると思うけど、8ビートとかアルピジオとか、そのね、いろんな紹介です。ここは、皆さんきっと見たことあると思うね。いろんなリズム勉強してみてください。で、ウクレレお役立ち情報、これ、必ず見てください。皆さんが困ってる、こと。そこで答えてる。間違いなく答えてると思いますからね。はい。ぜひこのウクレレお役立ち情報はこれ見逃しちゃダメです。必ず見てくださいね。役立ち情報盛りだくさんです。で、ガズさんに聞いてみようというのは、かつてね、取り上げてたみんなからの質問に答えたっていうことなんですけど、まあ、これを復活してもいいのかなという気もしますけれどもですね。まあまあ、こんなような感じでジャンルボックスに分かれていて、この中の動画、例えばね、このお役立ち動画とか、
ウクレレリズムいろいろっていうのももちろんなんですけど、まあ、とにかくこのリストで見る。リストで自分が次に、ね、練習する課題曲を探すっていうのはすごくいいと思います。ぜひこのガズレレ .com の、この YouTube 完全ガイドのところからこの YouTube、ジャンルボックスで探していただくのがすごくいいかなというふうに思います。で、もちろんね、これリスト見たらわかると思うんですけど、ガズさんのレッスンのがかなり古いのもあるんで、そういうのはね、随時気になったやつから、また最新版として改訂版でアップロードしていったりとか、するんですけど、まあまあ、今ね、やっぱこれちょっと整理した方がね、皆さん分かりやすいかなと思って、今、初めて最近ガズレレを知った人にとっては、どんなになってるのかもうごちゃごちゃになっちゃって、何をどうしたらいいか分かんないっていうのもあると思うんですよね。まあなんでそういう風に、していただけるといいと思います。とはいえですね、いつも言ってるように、ガズレレはね、この、プログラムになってるんですよね、初心者さん。初心者プログラムはもう皆さん知ってますよね。1から見ていってくださいっていうのも、こんな感じであるんで、ここもね、概要欄にも貼っときますけど、プログラムに沿ってやっていただくのがいいと思いますけど。そんな感じで今日はですね、ちょっとお役立ちというか、ぜひ便利にね、まだガズレレ皆さんね、きっと、こんな曲もやってたのかみたいなのあると思うんですよ。2000曲近くやってるわけですから。今一度ちょっとこの概要欄とか確認して見ていただいて、ホームページを有効に使っていただき、どんどん楽しく音楽をしていって、笑顔を増やそうぜということでございます。よろしくお願いします。ちょっとこれからご案内の動画貼っとくんで、最新のご案内になりますけども、ガズレレいろいろやってますからね。リアルイベントから、もうオンラインのことから、はい。この後ちょっと付録として付けときますんで、見てみてください。それでは、楽しく音楽やっていこう、ガズレレ。これからもよろしくお願いします。バイバイ。さあ、お知らせです。今、Gラボのウクレレたち、販売予約受付中、概要欄に貼っとくんで、ぜひチェックしてみてください。最高、最強レベルのウクレレですからね。あと、2023年ガズレレ生誕10周年ということで、東京、名古屋、大阪でイベント開催したんですけど、もうソールドアウトになってくれてありがとうございます。追加公演決定です。5月の14日日曜日、吉祥寺 GB で、夕方の部、これが予約スタートになりました。ぜひ皆さん、買い逃した方、どうしようかなって迷ってるうちにソールドになっちゃった方、概要欄に貼っておくんで、ぜひ、予約してください。待ってます。そして、この本出てますからね。はい。子供と歌おうソングブックがリットミュージカル5月12日に出たばっかり。大好評です。アマゾンでもいきなりカテゴリー3つか4つぐらい1位獲得しております。はい。この本の出版記念して渋谷のタワーレコードでイベント開催中、開催します。誰でも参加できるんですけど、ちょっとね、これ、詳しく見ていただきたいんで、概要欄にそのね、タワーレコード、渋谷タワーレコードの参加方法など書いてありますんで、ぜひそっちもチェックよろしくお願いします。そしてね、ガズレレではいろんなことやってるんですけど、ガズピアノっつうのやってるんですよ。知ってましたか？鍵盤楽器もガズレレスタイルでどんな方でもすぐ弾けちゃう革新的な、YouTube チャンネルがあるんですよ。これガズピアノでね、YouTube 検索すると出てきます。本が出てますから、リットミュージックさんから出てますよ。ぜひ皆さんこれ覚えておいてください。検索して、今楽器さんとか本屋さんにも売ってると思います。そしてガズレレではですね、ガズレシピというアプリがあってですね、アプリ、スマホとかタブレットに皆さん入れておいてください。入って、そこで何ができるかというと、楽譜が見られます。無料の楽譜もあるんですけど、有料の楽譜がもう山ほどあって、もう何百曲もそこで、要はこうスクロール、自動スクロール機能とかメトロノーム機能とかってなかなかすごいいいことになってますんで、ぜひアプリ入れるだけでも、まず入れてみてください。そしてそれのね、書籍版も出てますからね、これ本にもなってるんですよ。Amazon などで販売中、ガズレシピ書籍版もぜひチェックよろしくお願いします。あと、いつもでガズが使ってるGラボウクレレについているこの水引きだとか、はい、このストラップだとかキャップだとかね、 T シャツとかいろんなグッズあります。このグッズページホームページに載ってますのでね、いろんなグッズも探してみてください。そんな感じであっちからこっちからもうめちゃくちゃもう楽しく音楽やろうぜということで盛り上がって盛り上げていっております。ぜひ皆さん楽しく音楽していきましょう。さあ、本日はレッスン動画をご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。それではね、バイバイ。